攻撃する前に飛行機が落ちたら攻撃力ゼロだけど、攻撃する前に1でも HP が残れば攻撃力が。いや、違う。えっとね、航空機がボロボロ落ちるのは多分爆炎に突っ込んでるからだと思う。かっていうと、えっと、誰を狙ってるかと、その空母さんが爆炎をしっかり避けてるかっていうプレイスキルの方が大きい。 まず爆炎を避けるって結構スキルの部分が大きいんですよっていう感じなのと、あとどういう突っ込み方してるかで爆炎避けたり避けられなかったりっていうのがあるのと、あとは、そうそうバブルを踏むってやつそう、いわゆるバブルを踏むってやつ、バブル踏んだ時が一番飛行機は損失がでかいので、継続ダメージでね、ボロボロ落ちるってことはあんまりないと思う。いや、な,なくはないんだけど、 ボロボロ落ちるのは爆炎に突っ込んでるから継続ダメージでボロボロは落ちないと思う継続ダメージ落ちるのはポンポンポンみたいな感じで1機ずつ落ちていく感じでポン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 ってなんか6個一気に落ちるとか爆炎に絶対突っ込んでるそもそも継続ダメージってあのたくさんの飛行機に対してダメージ出せないから1つの飛行機に対して出すっていうのが継続ダメージなんで複数の航空機に対してダメージが出るのは爆炎しかないはずだからうん で、まず、爆炎が多い船は当,当たりやすいのと、あと一番当たりやすいのは、その、爆炎って3.5から最大射程までが爆炎出るんですよ。だから3.5から6キロの間、その飛行機が全速で突っ込んだり、高度変えたりすると爆炎当たらないんですよね、基本的に。なので、その、孤立してる船に対しては、対空高かろうが攻撃通るんですけど、えっと、その、対空艦が近くにいるところで攻撃はなかなか難しいんですよ。 だから、艦隊防空してるところに、あの、攻撃しに行くと、溶ける。よ、避けれないから。爆炎が。何言ってるかっていうと、例えば、あ、ここに、対空艦がいますと。ここに、対空艦がいます。はい。ちょっと低気えわ、ごめん。ここに、対空艦がいます。で、対空がめちゃくちゃ強いのは、この3.5キロから、 以降で出てくるごめんちょっと丸じゃないんだけどいや丸にするかちゃんとこれ3 5 k ロの円ね3 5キロから最大対空射程までの間このエリアっていうのはえっと爆炎が飛んでくるとても対空が高い範囲ですだけどこの 3.5km を超えてしまえばえっと爆炎は出てこなくなるんだよね なので、飛行機はどういう入り方をしようとするかっていうと、ここでグイーってこんな感じで、この、この範囲内でグイーってやるような攻撃をすると溶けるんですよ。だから、えっと、最大速度でこうやって突っ切ってくるんですよね。で、爆炎って常に出てるわけじゃなくて、爆炎の出るタイミングってのがあって、ボーン、ボーンって感じで出るんだけど、あの、爆炎って、えっと、その、予想航路に対して出てくるんですよ。だから、例えば飛行機が、 飛んでて、こうやって飛ぼうとしてるじゃないですか、飛行機がね、こっちに、頭に。うーんって、これプロペラーのつもりなんだけど。ってなった時に、爆炎はこの予想航路に対して爆炎を出すんですよ。バーンって。でな、でな,な、なんですけど、で、まずその爆炎の数が少なかったら、えっと、ね、まあ、航路をこ、こうやって変えればよけ、よけれるじゃないですか。っていうのと、あともう一個、あの、 こっちが地面で、こっちが空だと思ってほしいんですけど、攻撃姿勢に入るとって、高度変わるんですよ、飛行機。だから、ここにバーンって爆炎が出たと、攻撃姿勢に入ると、ここが、この爆炎を潜れるんですよね、一回。なので、この爆炎一回避けれるんですよ、飛行機って。だから、敵対空間が一隻しかいないときは、ここから突っ込んで、この辺に爆炎がバーンって出たら、えっと、攻撃姿勢に入って、えっと、高度変えて、 避けて、そのままこっちに来れるんですよね。その爆炎が出ない範囲に。っていうのができるんで、一石で孤立してても、そんなに正直怖,怖いんだけど、痛いんだけど、<laughs> 痛いんだけど攻撃は通せるんですよ。だけど、問題なのは、えっと、これがね、重なれると無理なんですよ。例えばもう一個対空艦がいますと。ここに敵の。なった時の、こいつの対空爆炎圏内って、 こうなるじゃないですか。で、こうなってくると、まず飛行機が、こう行きます。青青飛行機が、こう行って、バックエンが、まあ、ここで、ババーンって出てくるじゃないですか。ババーンって。 で、それを仮に、こう、避けられたとしても、ウィーンっていって、こいつに攻撃しようとしてるところで、こいつからの爆炎出てこないんだけど、こいつからの爆炎バーンって出てくるんだよ。で、これ避けれないから、当たるしかない。当たるか、頑張って、こう、左右で避けるしか,しかないんだけど、左右で避けると攻撃と攻撃の範囲が狭くなったりして、だか、その、よす、なんか、当てたいところに攻撃が通らなかったりするから、二隻対空間が固まれると、避けて攻撃はできなくなる。 って感じだし、あとはその対空艦今対空艦って言われるその対空が高い船って、やっぱ、機動性が良好な船の方がお多いんで、そもそも当てるの大変っていうのもあるけどね。っていう感じです。 とりあえずだから、えっ、ー、と、まあ、五艦対空が微妙だけど、艦隊防空が優秀な現状の仕様です。